またやらかしたらしいね。遊具独走の女ケコちゃんがまたブチ切れたらしいで、ね、管理側と足場側の気持ちのぶつかり合い、なんで理解してくれるのだろうっていう苛立ちと悔しさで勝手に涙が出てきて、そんなもん管理へ行けやみたいな感じなんでしょ。そんな言い方はしてないからねで振ってみたら、ちゃんがこうやって鳴り出して、なんでと思って、本当にムカついたっていうか、大事なことじゃないですか。やれば、さあ、やれば、やれば、さあ、やれば。Hey, it's good! お疲れ様です。Hey, it's good! 楽しそう。ちゃんじゃないし。トゥちゃん、トゥちゃんおはよう。おはようございます。なんでお前最近ここよく座ったんだお前。レギュラーなんで。レギュラー化してんだよ。またやらかしたらしいね。唯一優雅独走の女、ケコちゃんがまたブチ切れたらしいで。どうなしましょうかと思いまして。誰にブチ切れたの？いやマジでブチ切れてない。ブチ切れてます。マジで。出しちゃった。バチバチに切れましょう。違う。で。喧嘩はしてないし、ぶち切れてないし、今度はえぐいぞ本当に問題じゃない。炎上した、まあ、ちょっと炎上しました。半分ぐらい。誰が泣いたの？泣いたのは私です。泣いたの？泣きました。いや、そんなわーっとは泣いてないですけど、私だって頑張ってるじゃないですかみたいな感じで。そんなんじゃなくて、なんかもう悔し泣きで、なんで理解してくれるのだろうっていう苛立ちと悔しさで、勝手に涙が出てきて、みたいな感じです。なんかやばいぞ、この状況、そっこみだぞ。わーともなってないけど、一人でなんかもう話しながら勝手に垂れてくるみたいな。うそ。もともと最初の発端なんだったんだかな。なんか居酒屋から行ったんだろ。あ、そうです。ご飯食べに行ってて、最初みんな普通になんかわちゃわちゃ、いつも通りの足場の飲み会みたいな感じで、ご飯食べてみたいな感じだったんですけど、急になんか仕事の話になって、管理側と足場側の気持ちのぶつかり合いなんですよ。はいはいはい。で、その最初に始まったのは、隣の人にちゃんと挨拶をしてるかっていう話をしたんですね。足場を組み立てる前に。そうですそうです。朝着工に行った時にちゃんと隣の人にも、まあ、もちろんそこの施主さんにも挨拶してるかっていう話から始まって、しとる派としとらん派がおって、そもそも隣の人に、で敷地を刈り取る時はすると、だけどそうじゃない時はインターホンまで押しに行ってはしない、まあ、折ったらお願いしますみたいな感じではするけどっていう話で、いやいやいやって、そもそもそこ違うからって、名刺渡すって話になってるからって。それについてた？なんでやってないって。でその前に職人会議や、職人会議っていうか将軍と営業管理だけで集まって一回やってるんですよ。話をした時に、やっぱ近隣の人にもきちんと挨拶をしましょう、名刺を渡しましょうっていう話で決定してるはずなのに、してないと。なぜだ。決まったことをやってないと。そう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 。なぜだと。いいよ、いいよ、わかりますよ、わかりますよ、こういうの得だよ、こういうメッシーとか得だよ。もうケンさんの意見としては、じゃあ管理が朝8時半に来ればいいじゃんって、現場に行って、じゃあこう立ち会えよって、なんで立ち会わんのって、お前らの現場なんだろうって言われて、でももちろんそうだ、そうですそうだ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 、もちろんそうだし、うちらはでもその工事が始まる前に近隣挨拶にもちゃんと行ってるって、でお隣さんにもこう事情説明して、そう、朝トラック、大きいトラックが来るので通行邪魔になるかもしれません、音が出ますっていうのもきちんと挨拶をした上で、それでもやっぱ着工当日に職人さんからも一言、近隣の人にも声をかけてもらうかかけてもらわないかで、そのたった一つの行動でクレームになるかならないかも変わってくるし、会社の印象が変わると、ここの会社いい職人さんだなってなるじゃないですかって、だからやってってお願いしてるんですって言って、でもそれをなんでやらんのかって言ったら、だから管理がやるべきことをなんで俺らがそれをやらないかんのだみたいな感じになって、でもカンタもそこはそのこっちの意見を分かっとるもんで、それはケンさん違うよみたいな、それは、そう、それは違うよみたいな、だから自社職人の意味がない、そうですそうです、本当に自社の職人って、うちはそこをお客さんに、うちは自社の職人さんで、もうすごいいい職人ばっかなんでって、管理側営業側お客さんにこう歌ってるわけで、
挨拶もない愛想も悪い職人になったら、うん、その後の塗装の職人さんシールの職人さんにも響くわけじゃないですか。ああそうな、うん、この会社の職人どんな職人みたいな、うんうんうん、だからやっぱ最初って大事なのって言って、うん、やっぱ足場の職人が一番だから、うん、でも、うん、ケンさんもうわってそのいや違う違う違うみたいな感じでそう言ってくる。理屈っぽいだろまたあれいやいやこうでこうだろだからさそうなんですよ。でケンさんの言ってる意味も分かるんですよ、うん、管理がちゃんと来て挨拶しろよって、うんうん、でももちろんうちらも行けるなら8時半に行きたい、うん、行けるのがベストかもしれないけど、うん、でも自社の職人さんに足場を任せてるんだったら、うん、うちら二重でわざわざ人件費交通費をかけてまで行く手間ってなんだろうって、うん、別に職人さんがじゃあ挨拶をきちんとしてくれれば、うん、うちらは行かなくてもよくないですかって、うん、事前にもきちんと挨拶してるし、うん、電話連絡もしてるし、うん、その後もうちらは行くわけだから、うん、初回のその日たった一言インターホン越しでも隣の人に、うんお願いしますって挨拶してくれるだけで、うん、別にうちらがだって実際着工立ち合い行って何しに来たって言うじゃんって、うんうん、言われるんですよ、うん、何しに来たのみたいな、まあ、そうなるよなっていうのを伝えたかったんですけど、うんまあ、それが伝わらず、うん、なんか嫌でも嫌でもみたいな嫌でも嫌でも出た嫌でも嫌でも出た嫌でも嫌でも嫌でも2号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 いやでも、誰もさあでも、いやでもさあでも、いやでもそうでも、本当なんかもう本当ひたすらそれの言い合いって感じです。なんかいやでもって言われるから、いやでもじゃないってみたいな。そこは自社だから。それで言ったら言ってます。もういやでもじゃないって。そうもう本当だから違うんだってみたいな。そうじゃないんだってとか言ってる。じゃケンさんの言ってることも分かるけどって。どの職人さんでも結局ルールは同じなわけじゃないですか、うんうん、でもそれをなんか堅くなに拒否られるから、うん、なんかカンタもなんか一生懸命それは違うみたいなそれはケンさんが間違っとるみたいな感じで言ってくれてたんですけど、うんうんうん、いや俺は間違ってないみたいな感じだからケンさんはプラスやっぱさこれ昔からずっとあるのは職人は営業が楽だと思ってんだよね暇だと思ってるわけそう見えるさねそうそう時間が余ってるでしょ、うん、だと思ってるから、うんいやそもそも俺なんか彼なんか雇いたくねえんだから別に営業も雇いたくねえんだからでしょ職人が全部回ってって、まあね、営業も管理もゼロの方がお金残るわけじゃん、うん、事務職さんもそうじゃんね事務員もゼロの方がいいわけじゃん、うん、そうですね絶対にいるから乗ってんだから、うん、少ないに決まってるわけよ、うん、で職人がやれることは全部やればいいわけよ別にわざわざ職人が仕事手止めていかなかんから俺管理とか営業がおると思ってるの逆にはい、あーなるほどはいそうそう別に俺職人やってたけど自分で見積もりやって別に決めてくるけど、うんうんうん、俺が現場抜けたら仕事止まっちゃうじゃんそうです、ね、だから営業とか管理やと出るぐらいなんだから、はい、お前らの仕事だからとかもうねえんだよ別に、うんうん、そこってやっぱその雇われてるかそのどうかじゃないですか多分その本人の感覚が、ね、ああケンちゃんだなそうそうそう やってない人がそのケンさんだけはやってないのか分からんすけど、うんうん、だってじゃあ一人上の方とかでもし例えば、うん、じゃあ自分で飛び込みとかで取ってこようと思ったら絶対やるじゃないですか、うん、クレーム自分で処理しなあかんから、うん、ああまあそうだよなあ自分で一人上の方でやってて自分で飛び込みとか責任者じゃないですか、うん、責任者で経営者でもあり、まあうん、ケツ吹いてはもういないわけなんで、うん、そうその話もしたあ本当足場班がじゃあクレームを起こして最後に謝りに行くの誰って言って、うん、管理や営業だよねって最後に謝りに行っとんのはって、うん、もちろんその場でお客さんにすいませんってこうこうこうで割っちゃいましたって言ってても、うん、でもその後また管理から連絡入ります管理から連絡させますって言って、うん、自分たちはって何もしないじゃんって、うんうん、そこは持ちつ持たれつじゃんって言って、うんうんうんまあ、そうだよな本当にそうじゃないですか、うん、でも、うん、そうだな足場班がやったことを別に、うん、もうちょっと熱なってきてるかも思い出せるもう最終的に話はまとまらず終わったんですけどなんかもうなんかさもう泣いてたのその時点で泣いてたのそうその途中なんどのタイミングで泣き出したのかわからん、うん、ないんですけどトイレ行ったのかなケンさんが、うん、バーって席離れた時に翔く、うんが泣くなお前泣き虫みたいなこと言ってたんですよ煽ってきたんですよバスでおしぼり投げてあマジでなんで分かってくれんのって言ってその決まったじゃんってそのルールで、うんうん、ルールで決まったことをなんで分かってくれんって言って、うん、でも発端っていうか翔くんが結局職長でやってるわけだから、うん、そこを下に周知していくのも翔くんの仕事なわけじゃないですか、うんうん、で何がそれなんでそれが分かってくれんのって言って、うん、その後からずっとケンさんに会うたんびにうちはケンさんに泣かされた泣かされたってずっと言い続けてるんですけど俺とか言って言っとったけどあそこは別に仲悪くもらってないんだあなたに全然なってない普通に全然普通ですごいね
先週も家普通にご飯食べに来てて。あ、ほんと。その時は仲いいんだ。仲いいです。仲いいことだよね。全然仲いいです。だからそれがあってギクシャクしとるとかも全然ないし、うんうんうん、ただただ本当にうちは言いたいことを言って、うん、ケンさんも言いたいことを言って、うん、その結論は出なかったそこの会話は。そうじゃなくて、うん、まあでも周りもみんなももういいいいみたいな、うん、そのまあケンさんが熱くなるのもわかるから、うんうんうん、でまあそのね頑固じゃないですけど、うん、俺ないっていうのもわかっとるから、うん、あ翔くんとかもういいいいわかったわかったみたいな。うんうん、なんか多分翔くん監督は管理側の気持ちを分かっとるよみたいな。でもそう、ケンさんは分かっとんだけど、まあ、多分自分の考えが曲げれないのか。あ、肩向けろケンちゃん挨拶しちゃってやじゃあ普通だろ。で逆に普通に職人からじゃあもう混んでいいよっていうのが自然だと思うの、うんうん、一緒の会社の中でやる。だったらお前やること他にあるだろって、うんうん、他の日に行ってあげてくれとか。足場がめちゃくちゃ複雑で、うん、なんかと近隣の人もすごい細かくてとか、うん、そういう時は行くようにはしてるんですよね、うん、着工立ち合いも、うん、まあ、8時半には行けなくても9時半、うん、10時とかに組み立ててる時でも行って、うん、もちろん隣の人にごめんなさいって工事始まってますご迷惑おかけしますって挨拶もするし、うんうん、でもその必要ない人っていう言い方したらお客さんに悪いかもしれないんですけど、うん、その問題なくスムーズに行く現場、うん、だったら、まあ、職人さんが本当一言でいいわけじゃないですか、うん、朝ついてトラック降りてピンポンって言って、うん、今日から隣の人の着工始まり、うん、着工しますんでお願いしますって、うん、それ2件両隣やるだけで、まあ、1分からんもんね。印象が全然違うじゃないですか。まあ確かに違うよな。またうちこんなこと動画で喋ったらまたケンさんに怒られるじゃんお前って。違うわって言われるかもしれない。めっちゃ面白かったな。いやいや それに対してのまた意見取りたいね。ケンさんこれ完結するぐらいこの後ね、うんうんうん、ケンちゃんと、まあ、みんなの意見をちょっと聞こうか。今日ちょうど来るし。そうですね、流して、うん、じゃあちょっとケンちゃんの意見見ようか。ケンちゃんの意見どうぞ。全然面白いやまた怒られてるか。ケンちゃん、はい、ケンちゃんの見出し怒らんときある？あります？ないな。ありました？ないな。今日の怒られはドゥルーンなんかしてほしいね。なんか挨拶はお前らが行けよみたいな感じでしょ。管理が違うが、うん、行ってくださいと、うん、それによって変わりますと、うん、その私たちも、うん、みんながやった後にカン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 うるさくて、うん、クレームを受けてますと、はい、でその時に、うん、行った職人さんが行ってくれたら、うん、もしかしたらクレームがないかもしれない、うん、まあ、減る可能性があるってことね。まあ、でも当然ならね、今から工事しますのでうるさくなるで、うん、俺から言いました。いや当然のことじゃねえのって思ったんだけど、うん、そんなもん管理へ行けやみたいな感じなんでしょ。そんな言い方はしてないからね。あそこはこういう風雰囲気があるから、うん、連絡あの挨拶だけしてくださいとか。そうですね、うん、で言ってくれるもんでそういう時はするよ、うん、うんうんうん、それ以外はもう挨拶が、うん、してるわけじゃん、うんうん、そういうことですね、うん、だからプランナーがね一回挨拶行ってるから、うんうん、前日とかに、うんうん、でいついつ工事がありますんでって、うん、ちょっとうるさくなりますんでよろしくお願いしますって言ってるから、うんうん、行く必要ねえだろと、うん、そういうことです。そういうことです。でそしたら、うん、その時にカンタと、うん、お前も行ってるっていう話になってカンタに、うんうん、俺は行ってるからってなって、本当カンタがね行ってないでしょあいつ。ね、ね、うん、いや本当にってなって俺も、うん、で振ってみたら、うん、ちゃんがワンワンじゃないワンワンじゃないけどククって鳴り出して、うん、なんでと思って、うん、で一つは、うん、お互いにね社員なんだし、うん、まあ、営業なんだし社長なんだし、うん、事務なんだし、うん、とかじゃなくて、うん、わざわざ職人が現場止めてまで行かなかん、うん、ことだったら管理がいないし、うん、管理がわざわざ来なかん、うん、だから現場におるんだったら現場の人がやってくれなかんし、うん、ではまずその、まあ、挨拶が必要か必要じゃないか あの議論の前に、うん、そこはまず第一前提としてはあるんですか。いいよっていちいち来んでいいよってお前ら俺らがおる時は俺らがやってあげるから、うん、そうそう連絡があればね。そうそうそう、なんかね、うんうん、こうこうこうでうん、こういうことやってほしいんですけどって言ったら、うん、いいですよって、うん、忙しいでしょって、うんうん、はい、あの時に喋ったことがあって、うん、ちゃんが、うん、塗り替え道場 の仕事として、うん、いいものを作っていきたいという言葉が出た時に、うん、俺また違うこと言っちゃったんだわ、うん、なんて言ったいえそこまで言うんだったら、うん、俺らは足場が専門、うん、ね、うん、ね分担になってるんだったら、うん、
プランナーはプランナーの仕事をしてくれる、うん、それにたまたまそういう指示をしてくれれば、うん、挨拶だけお願いしますとか、うん、俺は朝バーって行って、うん、じゃあ1軒2軒3軒、うん、3軒はないけど、うん、行かなきゃ、まあ、本当は裏までぐらいまではね、うん、もう行った方がいいと思うんだけどね、まあ、酒飲んでる席だもんね、もうスイッチ入ってるもんで、わーわー言ったのもあると思うんだけどね、お互いにね。そうかな、うんうん、それもあるじゃん、うんうん、もう、もう、まあ、いい言葉に買い言葉にどんどん出かなってくるじゃん、話が、うん、だからな、いいんじゃないですか、まあ、ケンちゃん意見聞けたらいいんじゃない、うん、まあ、俺もきつい言い方したかもしれないね、うん、ブランドだろって、じゃあ、スタジオにマイク戻しますお願いします、でも本当にこの話についてはマジで後日また職人会議じゃないですけど足場と管理と集めてやろうかなって思うぐらい本当にムカついたっていうか大事なことじゃないですか、それがもういいとか悪いがもう次の話だもん、もう決まったんだからそうなんですよ本当そう次の話だもんなんて立ち位置が立ち位置なんで足場班とも直接喋って領土なり挨拶をしようとかっていうのを知ってるわけじゃないですか、うんうん、でもその結局周知ができてないからって言われたりとか、またやらんくなったら鬱陶しいし、うん、逆に結局そういうことが今のあるんですよ、先投げでもキッティカメラ止めるからお前も先やってくれ確かに締めとらなかんかったこれぐらいね、まあ、うちの会社熱くまあね、本当はいいスタッフがおってやってますけど、まあ、俺今日いい話だったなと思うよねお客さんにも見応えあるし食材とかも見応えあるし、うん、まあ、いろんな人が見て楽しい動画になったんじゃないかなと思います、うん、ケンちゃんはケンちゃんに、まあ、意見があると思う、そうですね、間違ったことは言ってないし、そうそう、喧嘩ではないし、そうそう、泣かされてもない、うん、泣いたけど泣かされてもない、そう、泣いたけど泣かされてはないこんな感じです、はい、じゃあチャンネル登録いいねよろしくお願いします、お願いします、2月6日足場のイベント、まあ、詳細は載ってますんで見てください、よろしくお願いします、お願いします、せーの、また見てね、また見てね。